アレクサンダー広場駅、またはアレクサンダープラッツ駅は、ベルリン中心部の密択のアレクサンダー広場にある、鉄道駅。長距離列車も停車するベルリンで、最も混雑している駅の一つで、交通の中心である。レギオナルバーンと S バーンの5号線、7号線、75号線と、U バーンの2号線、5号線、8号線の駅である。S バーン駅は地上にあり、 ユーバーン駅は地下にある。1885年のアレクサンダー広場駅、シャルロッテンブルク駅とベルリン東駅の間の高架上に作られたアレクサンダー広場駅は1882年2月7日に開業した。1926年、プラットフォーム2本、4番線まで拡張された駅舎が現在の形状に再建された。第二次世界大戦で大きな損傷を受けた。 1945年11月4日に営業を再開した。駅舎の再建は1951年までかかった。ユーバーンは1913年7月1日、現在のユーバーン2号線の駅として開業した。当時のユーバーン2号線はポツダム広場駅が始発駅でアレクサンダー広場駅が終着駅であった。 ユーバーン8号線のプラットフォームが1930年4月18日に完成し、ユーバーン5号線のプラットフォームは同年の12月21日に完成した。アレクサンダー広場駅。ありがとうございます。